役作りでストイックな肉体改造をこなし、ドラマや映画と大活躍中の俳優鈴木亮平さん。そんな鈴木亮平さんの気になる経歴、家族構成、結婚話についてご紹介していきたいと思います。プロフィール。名前鈴木亮平。生年月日1983年3月29日。身長186センチ。出身地兵庫県西宮市。鈴木亮平さんは兵庫県西宮市で生まれ、家族構成は父親、母親、兄、妹の5人家族です。ご実家の食卓ルールは、テレビは見ずに家族全員で夕飯を食べるだったそうで、思春期の頃は少し嫌な思いをしたそうですが、家族団らんを大切にしているいいご家族なのがわかります。鈴木さんの父親は元サラリーマンで、現在は設計事務所を経営している社長さんのようです。休日にはプリンを作ってくれるなど、家庭的なところがあるいいお父さんみたいですね。1995年に起こった阪神淡路大震災の時には、当時12歳だった鈴木さん。兄弟と一緒に父親に身を守られ、その後電車に乗って避難したといいます。その際に窓から見える景色を目に焼き付けておきなさいと父親から言われ、ずっとその光景を心に刻んでいるというエピソードがあります。母親は元教師で、鈴木さんが子供の頃から共働きの家庭だったようです。料理も父親と分担していたため、たまに母親が作る肉じゃがを食べるのが、いつも楽しみだったと鈴木さんは語っています。兄は研究者で、現在はオーストラリアに住んでいること。妹はアニメが好きという情報がありました。ご兄弟はどちらも一般の方のようですね。鈴木さんの出身小学校は西宮市立津戸小学校で、アニメをよく見ており、声優という職業に憧れを持つようになります。そして西宮市立今津中学校に進学すると映画を見るのにハマり、将来は俳優になりたいと夢を持つようになったそうです。当時、同級生にこの夢はからかわれていましたが、負けず嫌いだったため見返してやりたいと熱くなったみたいですね。高校からはハリウッドを目指し、高校1年生の1年間だけアメリカ留学をされていました。小学2年生の時に家族でロサンゼルスに旅行へ行った際、もっと英語を話せるようになりたいという思いも留学の決め手となったようです。アメリカのホームステイ先は牛を60匹も飼っている農家だったそうで、他にもビーバーやアルマジロなどたくさんの動物に囲まれた生活をしていたみたいですよ。高校2年生からは兵庫県立国際高等学校に編入し、卒業後は東京外国語大学外国語学部に進学されました。大学では演劇サークル劇団ダダンに入ると、自分の演技で観客が感動している姿を見てやりがいを感じ、俳優への道を本格的に目指し始めます。このままじゃダメだと思い、制作会社や芸能事務所に履歴書を持って自ら売りに回りましたが、50社以上に断られてしまいます。そんな中、背が高かった鈴木さんは、モデル事務所を紹介され、当時は友近良平という芸名でモデル活動をしていました。ちなみに、友近という名前は、当時好きだった芸人、友近さんから名前を取ったそうです。また、大学在学中は、NHK の報道局でアルバイトをしていた経験もあるそうですよ。そして大学卒業後、
2006年からアクターズクリニックという演技学校に通い、俳優・映画監督である塩谷俊さんから演技力を鍛えてもらっていました。その後、男性用水着の初代キャンペーンボーイに選ばれると、同年7月に放送されたドラマ、レガッタ君といた永遠に出演が決まり、俳優デビューを果たします。翌年12月には映画椿三十郎で映画デビュー。2014年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説、花子とアンでは、主人公の夫役を演じ、注目を浴びるようになります。2015年にはドラマ天皇の料理番で秋山修太郎役を演じましたが、病弱な役柄だったため半年間かけ20キロの減量に成功されました。そのすぐ後、人気漫画を実写化した映画俺物語で主演に抜擢され、合田武雄役はがっしりとした体格のいい役柄だったため、今度は30キロの増量をしたそうです。鈴木さんは役に合わせて肉体改造ができるととても話題になりました。もちろん見た目だけではなく演技力も素晴らしかったため、人気俳優として名を広めていきます。2016年には劇場アニメルドルフといっぱいあってなにて初めての声優に抜擢。小学生の頃に憧れを抱いていた声優に挑戦ができて、鈴木さんも嬉しかったと思います。2018年に放送されたセゴドンでは、大河ドラマ初出演で主演を果たしました。2021年では連続ドラマ初主演の恋愛漫画家、日曜劇場初主演となる東京 MER 走る緊急救命室に出演したりと、現在勢いのある俳優さんとなっています。2011年7月、鈴木さんは28歳で交際期間8年の一般女性とご結婚され、同年11月には第一子の女の子が生まれています。お相手の方は38歳とかなり年上ですね。鈴木さんが大学生の時からお付き合いしていた方だそうで、結婚前はウェブデザイナーをされていたという情報がありました。ちなみに鈴木さんによると、奥様は背が高く有村架純さんにだそうで、美人な方だと想像ができます。性格はマイペースな一面を持ちながら、しっかり者で、鈴木さんを縛りつけることなく自由にしてくれるいい奥さんのようです。また、鈴木さんがブレイクする前からご結婚されていたので、結婚していたことにびっくりしたファンも多かったみたいですね。2022年10月より放送がスタートしたドラマ、エルピスで、長澤まさみさん演じる主人公の元恋人役として出演されています。色気がすごいと視聴者の間では話題になっているようです。今後どのような姿を見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。今回は鈴木亮平さんの経歴、家族構成、結婚話についてご紹介してきました。大学時代に自らを役者として売りに回ったりなど努力をされていたことが分かりましたね。役作りのため体重の増減にはストイックなところが魅力的な俳優さんでした。今後の活躍にも期待したいですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。